西鉄グループ西鉄バス西鉄観光バス貸切バス2004年以前に採用されていたとそう西鉄観光バス株式会社は西日本鉄道の子会社の一つで福岡県福岡市中央区名の津に本社を置くバス事業者である西日本鉄道が100%出資している1997年に西鉄の貸切部門を分離するため設立された設立当初は 貸しりバス専用であった。一時期は高速バス、定期観光バスも運行していたが、2010年10月頃に、西鉄高速バスへ、移管2010年12月に、定期観光バスを廃止し、現在は行っていない。2008年4月1日付で、西鉄北九州観光とともに、九州観光バスに九州合併され解散し、同時に九州観光バスが、 西鉄観光バスに改称した。本記事では2008年3月31日までの西鉄観光バス及び2008年4月1日以後の西鉄観光バスについて記述する。2008年3月31日までの九州観光バスについては九州観光バスの記事を参照のこと。亀の井バスと共同受注を行っている。国産4メーカー全社の車両を採用している。 大半の車両が、西日本車体工業製車体である。当初は、日のレインボー 7M 等や、メルセデスベンツ O303、トイレ付きスーパーハイデッカーの、スーパーロイヤルなどがあったが、現在は、大型車と中型車のみ、リフト付き観光バスを1台所有している。自社発注車は三菱不走、日産ディーゼル製のみで1999年に導入して、以来中断していたが、 2004年以降新車導入を再開しており、経年者を順次置き換えている。2004年は三菱不走製と日産ディーゼル製の SDI を5台ずつ、2005年は三菱不走製の SDI が5台、日産ディーゼル製の中型サロン CI が2台、2007年は日産ディーゼル製の SDI が5台導入された。なお、置き換えた車両については、 西鉄本体への遺跡が発生している。西鉄観光バス発足当初の車体塗装は、西鉄時代の1979年から採用されたルーセントカラーと呼ばれる白地に黒、赤、金色の帯の塗装であったが、2004年から導入された新車は、幸せの青い鳥をモチーフとし、九州の豊かな自然をイメージした白地に青、緑、黄、赤の四色塗装に変更され、 それ以前の車両についても、車両リニューアルと同時に、塗り替えが進められている。このカラーは、車両側面全部の車名が、西鉄観光とひらがな表記され、後ろ側が英語表記されるのが特徴で、車名の下には、ウェルカムツー九州の文字が入る。九州観光バスが保有していた車両については、塗装は変更せず車名表記のみの変更とされているが、順次変更される予定。 同社から継承した車両の中には、日の自動車製の純正車体のバスも存在する。北九州市社に従来からあった白地に金色、大々色、茶色体の通称、北間カラーは廃止され、ルーセントカラーに変更が終了している。なお、車両前面の社名表記は、NKB、西鉄観光、西鉄観光と変化している。西鉄時代には、西鉄観光、 西鉄、西鉄などのバリエーションがあった。グループ会社の場合は、2日、市交通や西鉄バスをおむた、九州観光などの通常表記の他に、建築バスなどの独自表記も存在した。また、九州観光バス、西鉄北九州観光では車両に、車両番号が付けられていなかったが、西鉄観光バスへの継承にあたり車両番号が付けられた。 西鉄観光バス設立以前には、ネオプランスカイライナーや、バンホールアストロメガも保有していたことがある。一時期当社が担当していた高速バスちなみに、長崎業九州号は、九州急行バスが普段運行しているが、過去において、繁盛期は、当社と長崎県交通局が、臨時便として運行していた。 かつてはこれ以外にも高速バス事業として2005年6月より、西鉄高速バスに管理委託されていた福岡、大分線、豊野国号の一部の便が、西鉄観光バスに移管され、残り分を当社の管理委託として運行していたが、2010年10月頃より、直営便、委託便ともに、西鉄高速バスへ再移管により、高速バス事業からは撤退した。運行していた頃においては、 当初、三菱の S 型トイレ付き車両が5台譲渡され、2006年1月には、スーパーノンストップ、豊の国の譲渡分を除いた全便の管理委託の受託に伴い、三菱、日野の S 型トイレ付き車両が転入していた。譲渡者、委託者ともに、車体の記号は西館だった。譲渡者との区別は、譲渡者には、西鉄の CI ロゴにグループロゴが付いているが、 委託者にはグループロゴがなかった。ありがとうございます。